天秤。ここに一台の天秤がある。どんなものでも比べられるのだそうだ。ただし形のあるものでなければダメ。例えば愛と勇気なら、それを結婚指輪と剣に置き換える。断っておくが、質量を比べるわけではない。その人にとっての価値の重要度みたいなものだ。だから同じものを比べていても、日によって気分によって変わったりする。さて、それはともかく、今日は何と何を比べてみようか。右の皿に手を切ったばかりの札束を乗せる。左の皿に切られたばかりの人差し指を乗せる。さてさて、どうなるやら。右に傾くだろうか、それとも左だろうか、あるいは